ンドールどんでん返し、大逆転でロドリ受賞へ。スペイン最大紙のスポーツ新聞マルカの電子版は現地時間28日、レアルマドリーフォワードビニシウスジュニオールが同日に行われるバロンドール受賞式に出席しないことを報じた。マルカによればレアルマドリーは同地に赴く飛行機をキャンセルした。パリから受け取った情報によって、フライトしないことを決めたという。その情報は、ビニシウスがバロンドールを受賞しない旨であったと推測される。この報道によって、スペイン代表としてユーロ2024優勝も達成したマンチェスターシティミッドフィルダーロドリが受賞する可能性が高まっている。あれだけ言っといて逃すのくさ。激アツ。マジでどうなってんの。俺は明日バロンドールを取りに行くんだぞ。まあビニにも問題言動多いから疑問ではあった。確かに受賞者が来ないはありえないので、この感じだとロドリが受賞しそうですね。しかし受賞しないと参加しないはどうなのかなと思う。フルで出てプレミアも取ったしてから選出で妥当なんだよな。ならラウタロがいいですほんまに。ビニシウスマジか、想像の斜め上行った。最終リストの出回りの件とか、なんか今回は癖の強いバロンドールになってる。正直ベリンガムがいいと思うけどな。ガチわかる。しかももしビニじゃないとしてもカルバハルじゃね。言うてみればマンシートロフィースーパーカップとリーグやし。ネイマールが切れてまうぞこれ。受賞しないから決定。答えこれ。